ございます。山城です。あ、聖一郎さん。お願いします。ありがとうございます。すごい、こんな。これもうやられてる施設ですか？そうです。自分でやってて、はい。いやいやいや、ありがとうございます。いやいや、お願いします。お願いします。あ、おはよう。はぁ。すげぇ。こんな感じです。全部手作りってやばいっすね。思ってたよりすごいっす。いろいろ面白いカメラ持ってきてるから、ね、このなんか一個一個の多分配置がめちゃくちゃこだわってんだろうなっていうのが分かりますよね。この広さ、素敵っすね。あ、サングラスかけてるこれが今日並走してくれる。あ、はじめまして。山椒って言います。お願いします。今大きいの持ってて。タミネタのアーノルド・ショーツネガーってやる。一緒に走って撮られるってことですか？そうっす。お願いします。お願いします。ちょっといいですか？ちょっとだけ話聞いてもいいですか？はい、こんにちは。こんにちは。何歳ですか？16歳です。あ、17歳です。17歳。はい、高 2？ 高2です。おー、すごい。何年ぐらいやってるんですか？3歳からやってるんで、14年ですかね。やば。でも、じゃあ大会とかも出てたりして、はい、出てます。あら、立ったりしてて？そうですね。はい、ちょっと。いや、絶対強い人やん。やば。まさか3歳からやってると。なんかこの、インラインスケートの、はい、あの良さみたいなあります？良さですか？自分が好きなところ。やっぱ音とか、うん、こうやっぱ滑ってる時にこの鉄とかでグラインドって言って滑ったりするんで、その時の音とか、はい、やっぱできた時の達成感とかやっぱ最高です、ね。はい、ああ、なんかさっきめっちゃ軽々しくあのボールをガンってやってたんですけど。軽々しく。それは13年やってるわと思いますよね。なんか得意技とかあるんですか？あ、あります。あれ、バックサイドファーストっていう技なんですけど、はい、片足で滑る技です。ちょっと見せてもらえたりするんですか？あ、いいですよ。どうやろうかな。じゃあ、あっこの、はい、はい、あ、来た。おおやばやばめっちゃかっこいいよ。ありがとうございます。あれ、後ろ足か。え、こっちで滑って、はい、回転して、はい、片足で横向きで滑る技になります。すごい。そんなソールガッていけるもんね。そうですね。だいぶ時間はかかったですか？この技難しかったですね。ちょっと、また後で、はい、セッションしましょう、はい、ありがとうございます。あの、実はチャンピオンらしいです。さっきなんか勝ったことあるのとか言って、ほんま、ごめんなさい。今のめっちゃ綺麗でした。気持ちよかった。映像一回見てみます。いや、見たい。そう、その目線がね、やっぱり。おしゃれ、かっこいい。いや、やばいっす、やばいっす。上から見ててもいいですか？あの、やっぱあの手ついてくるってするのやっぱあれかっこいいっすね。こっち来て飛んでこっち行ってお願いしますか？絶対にいいですか？あれですか？あれってなんていう技なんですか？こうやってさっきの
レールパイプでやって、あ、手ついたやつ。そう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 。は、モンキープラントっていう、へー、技名。結構オールドスクールな技。あ、そうなんですか。をオリジナルでちょっと回転軸を変えて。へー。え、何？あれかっこいいわ。あれがでも360、360度。はいはい。けど、それの、多い半回転を540で。はい、普通の1回転のやつ、すごい。おおなるほど、後ろ向きで着地する。そう、後ろ向きで着地。余計自信なくなったけど、まあまあでも楽しさというかね、ちょっとでも感じれたらなと思うんで、この後はい、体験させていただきます。怖いけどお願いします。いや、お願いします。ちょっとミスったな。なんか変に滑れそうな格好だけしてきたのが恥ずかしいちょっとスケーターファッション、ちょっとね、ストリートっぽい。上からでいけそうっすね。こう押す感じで入っちゃって、はい、これでしゃー、完璧なセッティングができました。できました。じゃあこれは立てるんですか？これは立てるやつ。じゃあちょっと俺手持つんで、はい、一回足をこう滑らないようにして、はい、でこのまま立ち上がったから、はい、最後の、おーい、どうすか？立てた。立てたよ。はい、じゃあ最初。うん、かかとかかとをこうつけて、はい、ちょっと膝を曲げる。自分のスケート見た時に膝で見えなくなるぐらい膝がこう曲がってると、多分止まれるんですよ、こうピタッと。いわゆるこれがインラインスケートの気をつけみたいな。あ、なるほど。ちょっと曲げるんです。この状態でいれば斜めだろうが、はい、どんな場所だろうがストップすることができるんで、これが基本姿勢で、はい、インラインする時って基本的に膝が伸びきったりとか足首が伸びきったりすると、うん、後ろにくちゃうんで、そうなると結構お尻から行って痛かったりするから、はい、もしもそうなってこけるときは絶対に丸くなって肘とかをつくよ。手をこうなるべく後ろに出さないようにして、あ、分かりました。肘で、はい、なるべく面でこけるみたいな、はい、ふうにしたら大ダメージは免れます。はい、はい、分かりました。じゃあ第2ステップ、はい、最初はこの状態でちょっとその場で足踏みして、ゆっくり上げて、またかかとくっつけて、上げて、あ、全然いけるっすね。全然いけます。いけてるんすか？全然いけてます。じゃあネクストステップ、はい、今度はこの状態でちょっと足を前に出してくっつける。くっつける、そう、くっつける、くっつける。で、この状態でちょっと歩いていく、このまま。で、次は、はい、ネクストステップは今度は足をぶつけないように歩いていく。最初は歩くところからスタートして、はい、徐々に足を前に出して。おー、そう、楽しい。よかった。それが一番嬉しい。楽しいよ。あら。じゃあ目線的にはなんか 2,3 メーター先ぐらいを見るイメージ的には。へー。下見すぎちゃうと、はい、すげえ猫背になって腰が痛くなったりとかするかな。乳首を曲げたまま腰を落としていって、はい、閉じるときにちょっとだけ腰上げる。そのときに膝が伸びすぎちゃうと一気にグッと閉じて、うん、ってなっちゃうから、そうなんないように腰を落としたままで膝の動きをちょっとだけつける。ここ内転筋でこうグーって絞ってあげると、うわ、めっちゃ綺麗。はい、いきます。はい、足を落としたまま、そう、内転筋すごいな。これはゆっくりだから足がめっちゃしんどくて、はい、これスピードがどんどん上がってくると勢いでいけるから。むずっ。遅すぎて。むずいよ、これは。
そう、スピードが乗ってきた方が全然やりやすくなってくるから、はい、確かに。何笑ってんだよ、この野郎。できてるだろうが。もう一応一つ。はい。はい、お願いします。なるべく目線は高く。先生やめてよ。2メートル先ぐらい見てください。行きます下行ってみますか。行きましょうか。はい、行きますか。はい、どうですか。普通に滑ってるんで今日ほぼ初めて。初めてじゃないでしょ絶対。思いますか、はい、いやでもめちゃくちゃ滑れてると思います。ですか。はい、この方々に印象聞いてみたかったな。逃げられた。逃げないで。今どうだった滑り見て。あ、めっちゃうまいです。初めて初めてなんですか、はい、めっちゃうまかったです。安定感がやっぱ違いますね。はい、初心者であんな滑るのあんま見たことないですね。見たことない。はい、わ、じゃあ本人多分喜ぶ。本当ですか。はい、ありがとうございます。先に手本的なやつをやろうですか。はい、で最初このいわゆるフラットのエリアで勢いをつけていって、はい、フロントで入ってそのままバックで返していくという動きなんですけど、動き的にはすごいシンプルなんですけど、多分この斜面の角度がどんどん変わっていくっていうのを多分体験したことないと思うから、初日ででもここ行ってたらすごくないですか。いやすごいですよ、めちゃめちゃすごいです。もうもののそんな時間も経ってないですよ。やっぱり最初にひとこぎして、最初のひとこぎが難しい。ひとこぎでも多分やりやすい。お、そう、あー、そうあれ最初この辺りから使ってみて、なるべく最初に勢いつけた方がやりやすいらしい。これが慣れてくると自分で動かなくて、マジで怖いからな。角度ついた瞬間のなんかっていうの。あ、2本目いらんのか今。もうツーっていった方がいいですね。ツーって、あ、でも2本目あった方が、2本目が蹴れるんだったら、2本目蹴れた方がスピードはつくから。で今日の集大成ということで、はい、ここスタート。ここスタート。さっきまでの場所ですね。スタートで。滑って行って帰ってくるじゃないですか、はい、帰ってきた時の足がこのラインを超えれたら合格でいいわと。滑って行って帰ってきてそこの線を超えることができたら。まだまだまだよ。最初のスタートどこでもいい。ちょっと止まれないですね。そこじゃ止まれなくて。よっしゃ。つま先側に重心を置いたまま。うわー、止まる。惜しい。ちょっと足を開いていくイメージ。惜しい。行きましたね。行けた。ありがとうございます。バッチリです。合格？合格です。やったー。バッチリです。ありがとうございます。いやちょっとこれ夢中になりますね。1時間ぐらい。いやめっちゃ毎日。1時間ちょっとにしたらできすぎ。いやマジですか。いや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 。ちょっと嬉しいですね。結構不安だったんですけど。
あのでもまあちゃんとこう教えてくださるんで順序踏めば、はい、そんなに大きな怪我は絶対しないんで、多分最初から調子乗っちゃってわーってやってるとかダメなんですけど、そうですね、ちゃんと順番があるとこうしっかり自分がステップアップするのもめっちゃ楽しいですね。またやりましょう。いや、お願いします。普段あれですか、一般の方も入れるんでしょうか。はい、誰でも利用可能です。お、じゃあ、じゃあ詳しい情報はまた、はい、はい、概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さん来てください。じゃあもうこれはラスト締めぐらいですか。はい、あ、じゃあ今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。改めて多分体験して分かるんですけど、やっぱプロの凄さと、あとやっぱりこうやってきたことのなんかなんていうんですかね、こういうカルチャー的なところもそうですし、やっぱさっき言った少年のなんか顔とかもそうですし、はい、やっぱ皆さんですごい作ってきてどんどんこう広めてる感じがすごいしたので、はい、改めてなんかちょっとこういう世界を知れてよかったですし、リスペクトです。ありがとうございます。ちょっと次会う時までは行きたいですね。やりましょう、やりましょう、はい、パークセッション行けるように。いや、ちょっと休憩中になんかまたあのダンスとかのなんかこうコラボレーションしたいですねみたいな話をしてくださったんで、はい、そういうのもなんかちょっと今後ぜひぜひ、まあ、ここの媒体でもそうですけど自分の活動を通してやっていけたらなと思いますので、はい、ましょう。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。宗一郎さんでした。じゃあ山翔さん、はい、ここで終わりと見せかけて最後宗一郎さんのジャンプ頭上を超えていただける、超えましょうと言いますと山翔くんを飛び越えます。うわ、あのいわゆる人間を、人間越えを、それはちょっと話が違う。僕が体験させてもらえるってことですよね。やりますか。やりましょう。まあでも宗一郎さんだったら絶対大丈夫だと思うんで、はいはい、怖いですけど。じゃあ世界のジャンプをぜひ明日で体験してください。うわ、じゃあ、はい、行きましょう。お願いします。はい、こういう感じですか。今ちょっとスタンドというかスタンドインさんが、うん、すごい、あーやべえ。いっけ、ちょっと今、いや、それを山翔くんでやりたいと思います。大丈夫だった？あ、大丈夫大丈夫。ほんまか。結構なんか見えたんですね、うん、なんかもっとふんっていくんかと思ったらダーンみたいな感じなんで、やっぱギリギリを体験してほしいな。いやそんなそんな番組じゃないですね。そんななんとかジャーニーみたいな話じゃないですけど、やってみます。やってみましょう。いますか。はい、どこら辺後ろぐらいで、はい、気持ちいいでしょ。いいぐらい、これぐらい、どっち側がいいっすか。顔もう真正面を感じたいか。あーでもやるんだったら、やるなら、うん、マジで、うわー、超一声出たやろ。やばい、空中で声にちょっとびっくりした。もうあのもう目だけで言うとここ行ってます。もう動線が、動線が、はい、でも綺麗に上って上がって、え、横から見たらどんくらい？うわー、いや、割といい割といい距離行ってますよ。すごい、や、面白かった。でもいい絵が撮れたんじゃないですか。絶対これで当たんなくてよかった。いや、マジでちょっと本当にここだけ行くとこでしたね。逆も来たんが、はい、行けるとこでしたけど、よかったです。めっちゃ怖かった。ありがとうございます。これ、この映像多分やばいです。こんなになってると思う。いや、今日一声で。
噂によるとなんかアパレルというか服もね、やられてなんかデザインして作ってます。それもなんかもともとやっぱスケーター僕が中学校とかの時にやっぱ学生だからお金ないから服とか買えないじゃないですか、うん、だからそういう時にそのスケートのやってる先輩とかが作った服とかをなんかくれたりとかしたらめっちゃ嬉しくて、うん、で大会の時にはそれ着て出たりとかっていうのがなんか子供の頃にすごいあったから、はい、そういうのを今の若い子たちとかにもやってあげれたらいいなと思って、うん、で自分で作ってみんな着てよ着てよ着てよみたいな。やっぱ年齢が離れるとやっぱ感性も違うし、うん、でもなんかその子供の頃にそうやって大人の人たちが連れ回してくれたことによって、うん、普通の子供が感じれない経験とかができるから、ね、はい、なんかそれがそのプレーというか滑りとかに反映されてとかっていうのもあるから、はいはいはい、なんかあの時期はすごいやっぱ大事だし良かったなって、はい、今になって分かるみたいな。でもなんか最初は本当にもう数が少なくて、うん、こう何年も今ここを始めてちょうど10年なんですけど、この10年の間にちょっとずつ物を増やしていって今の形になったっていう、今22年で2021年、はい、2020年とかそれぞれの年に流行ってるパークのレイアウトとか形があるから、はい、それを海外とかに行った時にあこれあった方がいいなっていうものを帰ってきて設計図作ってそれをもう作るみたいな。なかなかないじゃないですか、岡山っていう場所でこういうできるところっていうのがそもそもない中で、しかもそれを自分たちでやってるってめちゃくちゃ素晴らしい、かっこいいなと思うんですよ。楽しいですよね、作ってる時がもう一番楽しいんですよ。出来上がって何しようみたいな、あ自分も滑れるし、そう周りの仲間たちでこれであれやったらかっこいいやな、あれやったらすごいよな、海外の誰だったらあれやるんじゃねこれ、を言いながらこうみんなで作って、あずっとなんかそのまあ変なの少年心のまま、そうですね、出来上がっていくものが今になってるってそう、競技とかのコラボでもいいけどなんかもっと広がりを作っていけたらなっていうふうに思います、はい。